はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんは、ビッグバンガールとかいうブチ壊れモンスターをご存知でしょうか。このモンスターなんですけども、フィールド上に存在する限り自分のライフを回復するたびに相手ライフに500ポイントのダメージを与えるということで、まあ、ライフを回復しまくれば、バーンで相手のライフを削り切れるって書いてあるんですね。これ堂々動画だったかなちょっと覚えてないんだけど、当たりまして僕ビッグバンガールデッキと。でビッグバンガールこのデッキ天才だなと思って、まあ、こっちこパック、リスペクト、させていただいた、感じのデッキになっておりまして、まあ、ちょっとカスタム結構しましたけどね。ビッグバンガールと何を組み合わせればいいかと。いっぱいライフ回復できるギミックって何がありますか皆さん。はいはいはい、ディフォーマーテレフォンですね。これは、一旦に一度自分のメインフェーズにサイコロ1回振って、ライフを回復しながら、その後出た目のレベル以下の、ディフォーマーモンスターを墓地から特殊ができるという効果を名称指定の対象はついておらずに使うことができるということで、まあ、テレフォンを、まあ、出し直せばもう何回でもこの効果使えるということになっているんですけれども、これライフを、まあ、毎回無限に回復するわけですよ。テレフォンループっていうやつをやればね。なのでそうすると、まあ、ビッグバンガールの効果が無限に起動できて相手のライフがどんどん削れていくんですね。まあ、ちょっとギミックはまあ対戦とか見ていただけば分かるんですけども、これ今回このギミックを春化粧を使ってやっていこうと思っていまして、で春化粧っていうのもまあクソレッキーがいっぱい作れてとても僕は好きなテーマなんですけども、春化粧でまあ一応あの盤面に横にモンスターをババッと展開していって、まあそのムーブをしていくと。でこれ結構問題がいくつかあってね、このデッキね。あのね、まずね、エクストラデッキめっちゃ辛いんですよ。ディフォーマテレフォンってテレフォンループするときにエクストラデッキめちゃくちゃ使うので、結構ねエクストラデッキカツカツなんですよね。だからねちょっとね、もうちょっとうまいこと組み合わせればなんかサーチまでいけるのかもしれないけど、ちょっとエクストラの枠が足んなすぎて俺、今回一応ちなみにハンドはガジェットモンスターどれかプラスナエカスまたはオカメブ、これどっちかあればまあ大体いけるっていう感じにしてきております。大体ってなんでかっていうと、スカルデッド の, 4枚ドローでスモールワールドかビッグバンガールを引かないといけないんで、まあ、実質 2.5 枚コンボぐらいですね。はい、2.5 枚コンボぐらいで、何をしていくかというと先行ワン起動しています。はい、まあちょっと動かし方くっちゃべってても、なんか何したら何すればいいかちょっと分かんないと思うので、早速ね、見ていただきましょう。はい、ちなみにこれ問題点最後に言っとくと、ディフォーマーテレフォンのね回復効果ね、2体じゃダメなんですよ。2体だとエクストラ足んなかったんで、3体使わないといけないから、これがかなり難しかった構築上では。まあこいつがいるからなんとかなるんだけどねはい、スクラップリサイクラー過労死デュエルスタンバイ。はあ、ここでフレームバイパーとかいうガチヤバカードを経由してスモールワールドをしなければならないことになるとはな。残念ながらやばいなこれ、フレームバイパー誰やねんを除外してお前誰だよってなるよね。いやフレームバイパーとかいうモンスターが一応そのなんか唯一無二のねスモールワールドの中継地点だったんですよ。グリーンガジェットでこれいけんだけど、グリーンガジェットであいけるわ。ナエカス持ってるでしょ。はい、基本的なまあまあそのコンボ指導はこのナエカスとガジェット、まあ、また丘プラスガジェットみたいなハンドからいけます。はい、なんかあるね。あー、増獣 OK、増獣は一応墓穴持ってるので大丈夫。うららが一番、ちなみに刺さります。このデッキ手札ぶん投げるんで2枚、手札21交換されるんで、うららとかいうカードが一番やばいです。採用率1位と、手札が採用率1位と言われている、まあ1位はでも増獣か、2位と言われている、春うららとかいうカードがめっちゃ刺さるので、あんまり強くないですうららって言われて、あ、すいませんでしたって言って黙る試合何回もやってるから、ね、で、ガジェット特殊するでしょ。でガジェット特殊召喚で、これで、手札が減らない最強本物ですね。はい、さあもうあとは誘発なさそうだな。でリーローガジェット切りながら、森目座持ってきて、もう春化粧とかいうデッキとかカードマジでこれ可能性の塊だよね。ほんと可能性の獣って感じで、本来であればここでギアギガントクロスを出しまして、であれするんですよ、リサイクラーするんですけども、
リサイクラーもすでに引いているというところがありますので、まあ、とりあえず暇なんでレッドガジェット持ってきまして、で、スクラップリサイクラーを召喚します。でリサイクラー効果発動で、これで、ね、準備はね大体整っております。であとはですね、パワープレイでビッグバンガールをちょっと引っ張ってもらいたいんですけども、リバイバルゴーレムをもちろん送りながら、モンスター特殊召喚でリフォーマーテレフォン特殊召喚、これが言わずとしてた最強の無限ループモンスターです。テレフォンの効果は、サイクロフって回復させて、武士からテレフォン出すっていう効果が一応、名称単位ついてないで使います。でスクラップは今ね、このコンボをするために、ディフォーマーテレフォンを墓地にいっぱい送らないといけないので、今からすっごい頑張って、リサイクラーの効果を過労死させるべく使っていきます。はい、でちょっと君ちょっと邪魔だからどいてもらって、はい、で、スクラップゴーレムの効果を発動。スクラップゴーレムの効果によってスクラップリサイクラーを特殊召喚。はい、でですね、これだけじゃダメなんですよ。これちょっとやっていたんですけど、2体だとエクストラデッキ足んない問題が発生しましたんで、ちょもう1枚墓地にディフォーマーテレフォンを叩き落とさなければならないという問題点が発生しておりましてですね、それをねすごい強引に解決する方法を私思いついたので、ちょっとそれを皆さんにお見せしていきたい。さあディフォーマーテレフォンの効果、一旦に一度サイクロフってなんかライフ回復しながら同じやつ出すっていう効果が一応適用できる。まあ同じやつじゃないんだけど、まあ大体同じやつが出る。でリンクリボーと、テレフォンで無限に迷惑電話をかけてクロシープを特殊召喚していく。そして、ディフォーマーテレフォンの効果を発動していく。さあ無限に迷惑電話プルルプルルガチャプルルプルルガチャと、まあそういったところですね、はい。ワン切りを無限にしていくっていうスタイルですね、はい、無限ワン切りで、コシンクトグアを特殊で、クロシープは、キャンセルで、強引に融合モンスターをリンク先に出します。でクトグアとギアギアとクロスで、コシン、あコシンで急進トス出して、でクロシープでリサイクラー3回目、これで全部、ディフォーマーティルフォンがいきました。こっからですね、運ゲーを仕掛けていこうと思います。ちなみに この後にダランベルシアンを押して、サーチする動きができるっちゃできるんですけれども、エクストラデッキが足りませんでした。というわけで、パワープレイいきます。うおいけ、スカーレットの効果4枚ドローして3枚戻せ、うおうえきたはい、パワープレイいきました。パワープレイ成功。スカーレット効果発動。さあまだてめえは何が起こるか分かってねえようだな。今からてめえのライフを消し飛ぶぜ、この最強モンスターによってな。ちなみにビッグバンガールは、炎属性モンスターのため、なんか一応なんかその効果本来は発動できないはずなんだが、こいつの効果は発動する効果ではなく、なぜか永続効果となっているため、テレフォンでライフを回復した後に500万が一生入り続ける。つまりテレフォンループを無限にし続けることによって相手のライフは永遠に500ずつ削られていくというわけさ。これが史上最強無限テレフォンループビッグバンガールワーケル。これちなみにランクまで当たった天才児のデッキちょっと真似したんですけども、その天才児のデッキはもう本当に強引で、なんかリンク2をね無限にしていくっていう感じの構築をしていましたね。それでも一応できるはできるんですけど、エクストラデッキマジ足んないんですよ、それやると。ちょっとなんかなんだろうな、安定感がないというか、はい、っていうところが、まあ、ありましたので、私はその、テレフォンを無限に使い回して、まあ、テレフォンの効果を、ちゃんと墓地に2体いる状態で使っていくと、まあ、そうするとこれで回復の、ね、回数が、ね、稼げるわけですね、はい、これ2体だと、ね、回復の回数が稼げなくて、なんかギリギリなんかエクストラ的なのが14枚ぐらい使うんですよ。なんでなんか普通にねサーチモンスターがいらないですよね、はい、相手よくされんだジェイナ、これ見てえのかお前は、今からライフポイントが全て削られる様を。なかなか根性があるやろうだな。まあそんなに無限ワン切りされてんだったらワン切り一緒してやるよ。ちなみにリンクさんのモンスターはマジで何でもいいんですよ、出せれば条件が緩く。なんでまあ皆さんお気に入りのねリンクさんを入れてください。はい、なんだこのゴミデッキ。ビッグバンガール好き。
まあでもこれ一応なんかゴミメイムではあるんだけど、なんか回してるのは結構楽しいので、まあいいデッキではあると思います。はい。ないか、な、なにやつ、お、これ同じ、くしくも同じ構えかな。坊や驚いたね、坊や、くしくも同じ構えだ。やべえ、相手の方が反動強いか。本当に春化粧って無限の可能性を秘めているデッキなんでね、なんか相手の展開見てるのも結構楽しいんですよね。あ、そういうことできるんだみたいなのもあると。ディフォーマーコンバットユニット、あおい坊や、坊や構え同じすぎないか、坊や、坊やもしかして今このデッキ流行ってます？もしかしてですけど、もしかして今このデッキお流行り申し上げましていますか？ここはここ何ですか？ここはここはクソデッキ製造工場ですか？あれビッグバンガールでワンキルしようと思ったらビッグバンガールにワンキルされたんですけど、